こんにちは。JR 国分寺駅南口徒歩2分にあります額縁と洋画材料専門店、次男画坊2代目店主長谷川です。いつも頭に手ぬぐい巻いてます。今日お店に届いたダイレクトメールの宛名が、次男画坊ではなくて、次男坊画材店様ってなってました。次男画坊、漢字で書きますと、長男、次男の次男、次の男に画材の画、あと、坊は房ではなくてですね、お坊さんの坊、七辺に方角の方で、次男画坊って書くんですね。次男画坊、次男坊画材店なんて間違いのは、よくある間違いですので、全然気にはしてないんですが、よくある間違いとすれば、あとは次男画材さんとかですね。次郎画材さん、次郎画坊さんとかですね、よく言い間違いされるんですけども、いずれの名前でネットで検索してもですね、一応次男画坊のホームページ一番上に表示されると思いますんでご安心ください。 間違いないで覚えていただくのが一番ですけども、で次男画坊っていう屋号の由来なんですけども、それはまた機会がありましたら動画でご説明したいと思います。今日はこの辺で。ありがとうございました。次男画坊の長谷川でした。